今回はスーパーで売っている豚肉の切り落としを使ってお手軽な酢豚の作り方を紹介します。酢豚は塊肉を使って作るのが当たり前ですが、今回は切り落とし肉を使って簡単で美味しい作り方です。塊肉を使う手間を省き時短にもなり、価格もお手頃なのでご家庭でも作りやすいと思います。表面はカリッとして中はものすごく柔らかく美味しい酢豚の作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。材料を用意します。ピーマン半分を4切れにします。玉ねぎはくし切りで5切れにし、ナスは斜めに切り6切れにします。かぼちゃは4切れ入れます。野菜はお好みで入れるのもいいでしょう。肉と野菜の大きさを揃えるとバランスがいいです。豚肉の切り落とし肉を 120g 使います。長すぎる肉がありましたら半分ぐらいに切っておきましょう。下味をつける。肉に醤油を大さじ1と1/2を入れよく揉み込みます。水溶き片栗粉を大さじ2くらいを入れ揉み込みます。そこに片栗粉を数回に分けて入れていきます。肉が手につく感じからさらっとした感じになれば OK です。肉を丸めていきます。手に軽く片栗粉をつけ、肉を軽く握り3センチくらいの塊にしていきます。肉の表面についた醤油と水溶き片栗粉を薄い粉で閉じ込めるようにして丸くします。丸めた切り落とし肉には小さな隙間ができるので中がものすごく柔らかくなります。タレを作ります。砂糖大さじ3、酢大さじ3、醤油大さじ2、水大さじ5に塩を少々を入れてよく混ぜます。肉を揚げていきます。中温の油で肉を握りながら油に入れていきます。火を弱火にしてじっくり揚げていきます。弱火でじっくり揚げることで中までしっかり火が通り、柔らかくジューシーに仕上がります。
っかり色づいたら一旦肉を取り出し野菜を揚げていきます。かぼちゃとナスを揚げます。かぼちゃは焦げやすいので注意しましょう。油の温度を上げ、肉を二度揚げしていきます。玉ねぎとピーマンを揚げます。玉ねぎはサクッとした食感を残したいので3秒で揚げ、ピーマンは柔らかいので1秒で揚げます。タレを鍋に入れ、ひと煮立ちさせる。一度タレを沸かすことでまろやかになります。沸かしすぎは NG です。一旦火を止めてから水溶き片栗粉を大さじ1入れ、とろみをつけます。火をつけ、揚げた材料を入れ、あんと絡ませる程度で素早く仕上げる。今回は切り落とし肉を使った酢豚の作り方を紹介しました。ポイントは切り落とし肉を丸めて揚げることです。醤油と水溶きで肉を揉み込み、片栗粉をまぶすことで表面がカリッとします。中の肉も切れた肉を合わせることで間に隙間ができて柔らかくなります。あとはじっくり油で揚げることで肉がジューシーになります。タレはひと煮立ちさせることでツンとする酢の刺激が取れ、まろやかな酸味になります。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。定番料理やまかない料理などを紹介しています。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。